全国の御朱印人の皆さん、こんにちは。えのきジョージです。前回の動画、戸隠神社中社の動画を見てくださった皆さん、ありがとうございました。とても素晴らしい神社でしたね。戸隠神社といえばこの中社だっていう風にイメージしている方も多いんじゃないでしょうか。樹齢が800年もあると言われている三本杉や、このさざれ滝も美しかったですね。境内に滝があるというのもなかなかいいもんですよ。とにかくね、どこを見ても美しく整備されていて本当に素晴らしかったです。もちろん御朱印もいただきました。素敵ですね。まだ見てないよっていう人はぜひ見てくださいね。ついでにチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。さて、今回ご紹介いたしますのが、いよいよこの戸隠神社の奥社と九頭竜社、戸隠御社巡りシリーズの第4弾です。ここはね、ものすごかったですよ。本当にね、すごいところに来たんだなぁと感じました。ということで、とにかくご覧ください。どうぞ。ルルルルバー。戸隠神社、奥社、九頭竜社。長野県長野市北西部、霊山戸隠山のふもとにある戸隠御社のうちの一社。戸隠神社とは、奥社、中社、方向社、九頭竜社、日の御子社の5社から成り立っている。戸隠神社の創建は古く、紀元前210年と言われており、始まりはさらに古代。九頭竜の狼を地主神として、それより以前から神聖な地とされていた。壁のようにそびえ立つ戸隠山を背景に鎮座し、天の岩戸を無双の神力で開いたとされる雨の田力を飲み事を御祭神として祭り、その霊験新たかな神徳を得ようと、日本各地より実に多くの参拝者が訪れている。この参道は約2キロ、中ほどにはかやぶきの赤い随神門がある。かつて神仏集合時代には仁王像が祀られた仁王門だった。現在では左右に随神を備えた随神門となっている。この随神門が奥社へと続く参道のほぼ中間地点。その先に続く杉並木は美しく、天然記念物に指定された樹齢も400年を超えるものばかり。このまっすぐに伸びた杉の木の高さに圧倒される。参道を歩いているだけで身についた汚れが抜け落ち、心が洗われるようである。いよいよこの石段を登り切ったところに九頭竜社と奥社がある。この石段の数がおよそ380段。
この岩窟に建てられているのが奥社。この創建は古く、仁孝8代光源天皇5年後期207年のことと言われている。日本神話における天の岩戸伝説にて、岩屋に隠れてしまった天照大神、その岩戸を無双の神力で開いた開運守護の神天の田力尾命が祀られている。御利益は開運、五穀豊穣、家内安全、養蚕守護、厄除け、武運、勝運、スポーツ必勝などなど。九頭龍社、創建の年代は奥社よりさらに古代とされている。古くより地主の神として戸隠信仰の中心的な存在であった。長野市を流れる鳥居川、楠川、裾花川、さらには地下水脈を通じて遠く越後まで水を司る神として多くの信仰を集めた。奥社に天の田力尾の命が奉祭される以前に、地主神として奉祭されており、心願成就の神徳が高く、また縁結びや虫歯の神として尊信されている。一通り参拝を終えたら、授与所にて御朱印を。戸隠神社、奥社、九頭龍社。ここは神域である山の中にある。目を閉じれば、古の息吹を感じる。ぐるるるバーン。いかがだったでしょうか。戸隠神社の奥社と九頭龍社、本当にね、これぞ神域だという感じで、本当にすごいなというところに行くと分かるもんですよ。もうね、毛穴が全部開ききっちゃったみたいな感じで、もうね、ワクワクが止まんないんですよね。それでいて張り詰めた感と、この癒しの感覚っていうんですかね、もうとにかく思った以上でした。まずね、参道からしてね、違いを感じましたよ。本当にワクワクが止まんない。これはね、随神門を過ぎたらさらにって感じです。この杉並木がね、素晴らしいですよね。これは江戸時代に植えられたそうで、樹齢が400年以上なんですって。この参道は入り口のところから奥社のあるところまでだいたい2キロ。時間にして40分ぐらいですかね。けどね、不思議とこう時間を感じないっていうんですかね。ワクワクしてますからね。で、随神門のあたりがちょうど半分ぐらいです。
4分の3ぐらいがこの平坦なまっすぐな道なんですけれども、残りの4分の1がこの石段を登っていく感じですね。けどね、この石段が結構昔のもので、形も不揃いで、なんていうんですかね、この一段の幅がこう一段ずつ違ったりとかして歩きづらいというのはあるんですが、登山経験者は楽に登れるだろうし、ビギナーの人でもね、それほど大変な登山じゃないかなとは思います。けどね、ゆっくりと景色を楽しみながら、そしてね、この神域に触れているということを実感しながらね、途中途中休みながら自分のペースで徒歩してください。で、登り切ったところに手前には九頭竜社、そしてさらに奥の方へ上がっていくと奥社があります。岩倉にめり込むようにね、この社殿が立ってるんですね。この本殿の中には土隠し33窟のうち本窟と宝窟というのがあるそうです。この33窟というのは昔の修験者が修行に使用していたこの洞窟やこの岩屋のことで、それぞれにね、こういった名前がこの本窟とか宝窟なんていうふうにね、名付けられているんですね。この社殿がね、この洞窟に収まるみたいに立ってるんですね。で、この左側にある小さなお社には古くから戸隠の神として信仰されてきた戸隠の狼がお祭りされているんです。中にはね、お酒とかがね、奉納されていました。そしてこの階段を少し降りたところにあるのが九頭竜社。こちらもね、古い素敵な社殿ですね。この社殿の奥から右手に向かって長い渡り廊下があって、その奥にある岩窟が竜窟だそうです。ここからの景色がね、どの角度を見ても素晴らしくて、この日はね、雨が降っていたんですけれども、山頂の方には霧がかかっていて、それがまたとても神秘的でした。本当にね、感動しちゃいました。グルルルバーン。続いてご祭神です。奥社の方にお祭りされているのは雨のたじからおの御事。天の岩戸伝説において岩屋に隠れてしまった天照大神に外に出てきてもらうため、戸隠神社中社の御祭神である雨の矢心を思いかねの御事が知恵を絞り、日の御子社の御祭神である雨のうずめの御事が舞を披露し、その盛り上がりが気になって岩戸を少し開いたところを無双の神力でその岩戸を開き、天照大神を見事岩屋の中から連れ戻したという神様、それがこの雨の田地からおの御事。岩戸を見事開いた神ということで開運の神、無双の力を発揮したということでスポーツや勝負ごとのご神徳があると言われています。天孫降臨の際には天照大神の孫であるニニギの御事の降臨に雨の矢心を思いかねの御事と雨のうずめの御事と共に随伴しています。九頭竜の狼、読んで字のごとく9つの頭を持った竜神様、竜神の中でも最も位が高いと言われています。各地に多くの伝説もあり、日本にとどまらず中国やインドにもその伝承はあります。また八大竜王やヤマタノオロチとも同一であるとされている伝承もあるようですね。ヤマタノオロチ、つまり8つの股なら頭は9つであろうということでしょうか。金運や開運、そして雨乞いや長寿、そして虫歯へのご神徳があるとされています。竜というのは蛇を神格化したものだという説もあるんですけれども、えのきはね、竜と蛇は別のものだというふうにね、思っているんですよね。皆さんはどう思いますか？コメント欄で教えてくださいね。ご朱印、はい、こちらが戸隠神社奥社の御朱印でございます。力強くて素敵な字の御朱印ですね。そしてシンプルな昔ながらの御朱印、信州戸隠山と印が押されています。そして中央下側には奥社の印が押されていますね。えのきはね、こういうシンプルな御朱印が好きなんですよね。そしてこちらが九頭竜社の御朱印です。中央には九角形のマスに九頭竜神社と書かれた印が押されています。かっこいい御朱印ですね。えのきには好きな字というのがあるんですけれども、この九という字、頭という字、そしてこの竜という字、好きなんですよね。わかります？それからこちらが御朱印帳です。白いのと黒い御朱印帳、白い方はプロデューサーのテルさんからお借りしたもので、えのきがいただいたのはこの黒い方の御朱印帳。どっちにしようかめちゃめちゃ迷ったんですけどね、黒い方にしました。どちらも素敵ですよね。
そしてこの御朱印、素敵ですよね。ルルルルバーン。いやー、戸隠御社巡り、本当にね、素晴らしかったです。今回までに5社、4本の動画でご紹介させていただきましたが、もうね、どれも素晴らしい神社で、行くならね、この5社、すべてね、巡らないといけないなとね、改めて思いました。5社巡ってこその戸隠神社なんですね。それと同時にね、美味しいものをたくさんいただきました。特にね、信州そば、宿泊した宿坊山本館で食べたそば懐石や、奥社の入り口のところにある奥社の茶屋、ここで食べたお蕎麦がもうめちゃくちゃ美味しかったんです。えのきはお蕎麦が大好きですからね。その日は朝からこの奉公社から始まって日の御子社、中社へと巡って、最後この奥社と九頭竜社へと、これをね1日で巡ったんですけれども、全て巡るとね、やっぱり夕方近くまでなりますよね。特にね、この動画撮って歩いたりとかしてますから、この日はね、天気も雨でしたし、日が落ちきる前に帰路に向かったわけなんですけれども、この奥社から上信越自動車道の信濃町インターチェンジまで向かう道のね、ちょうど中間あたりぐらいですかね、カフェランプ屋というね、とても可愛らしい森の中のコテージみたいなお店がありまして、通りかかった時にね、なんか可愛いお店があるなと思って、ちょっと寄ってみたんですよ。そしたらね、ボリューム満点な特大粗挽きソーセージやオリジナルベーコン、香味豊かな信州スモークサーモンなど、とてもね、美味しい食事を出してくれるんです。源流水で作ったコーヒーはとても美味しかったですよ。それからシーズンごとに変わるデザートも人気だったりします。えのきはこの特大粗挽きソーセージをね、ベーグルに挟んでいただきましたけど、これね、もうボリューム満点、めちゃめちゃ美味しかったです。それでここはランプ屋ってぐらいですから、いろんなね、このランプが売ってるんですけれども、えのきもね、なんか欲しくなっちゃったんで、一つね、ランタンを購入しました。たまにこうやって火を灯してね、このキャンプ気分を楽しんだりとかしてるんですよね。他にも店内にはウインナーやベーコン、小物やアクセサリーなども販売されていて、アウトドア好きの人にはたまらない品物も販売されています。革製品とかね。このカフェランプ屋、戸隠神社からは少しだけ離れているんですけれども、参拝した帰りにね、寄れるよっていう人はぜひ行ってみてください。お店の人たちもとても親切だし、お店もね、とても可愛いですから。今回は戸隠神社の奥社と九頭竜社のご紹介をしましたが、皆さんいかがでしたか？次回はね、この戸隠御社巡りのまとめ動画をやりたいと思います。ぜひ見てくださいね。この動画の他にもたくさんの神社仏閣のご紹介、それから御朱印のご紹介をしております。よかったら別の動画も見てくださいね。そしてショート動画の方も毎日投稿を頑張っています。日曜日はお休みしていますけどね。これをたくさん見ていただいて、グッドボタンもね、たくさん押していただいて、コメントもいただけたりとかすると、さらにたくさんの人たちに見てもらうことができます。ぜひぜひたくさん見て、グッドボタンも押してくださいね。それからセカンドチャンネルの八百万屋チャンネルの方では、えのきが描いた神様の絵で日本神話について語ったりとかもしております。最近は更新止まってますけども、そちらも見ていただけたら嬉しいです。それでは次回も元気にお会いいたしましょう。ぐるるる、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。 Twitter、Instagram をやっています。詳しくは説明欄をご覧ください。コメント、高評価などいただけたら励みになります。セカンドチャンネルとショート動画も見てくださいね。